さんが10位だと確定じゃん、とりあえず。いやいや、これが10位かな。記憶にあんま残んなくて。あ、完璧結果やりましょう。許せないな。インスタグラムからの売り上げを伸ばしたい。DM 自動化システムで集客や売り上げを最大化する。マイステップ、詳しくは概要欄から。イノシのドライブチャンネル。の初回のなんか交流会みたいなところで出会いまして、美容整形版の虎としても出てくる。このさ、体のさ、体の見合い全部だよ。だいぶちっちゃくゲットしてるかもしれないですけど、同い年でも入りながら、でもちょっと経歴面白くて、うん、東京大学理3、うん、一番多分東大で入るの難しいってことですね。それ、東大さんを知らない時点で終わってるもん。いや、難しい、入るのは難しいの知ってるんですけど、難しいレベルが全然、あの多分イメージしてると100倍難しいと思う。細いた青ささがちょっとシュンとするレベル。そうなんですか。だから分かりやすく言うと、東大が例えば100点満点で50点受かるところを、理3は何点取れば取ると思う。え、70点ぐらいですか。また80点取らないと分かんないみたいな。受けられる時点で東大どこで受かる。本当にでも経歴ピカピカで、見てください、見た目も、うん、めちゃめちゃお綺麗じゃないですか、うん、こんなにさ、いるんだね。え、高校どこですか。ここ、豊島ヶ丘って。はい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 、知ってます。両親した豊島ヶ丘、東大理3有名なんですね。でそう、まだ新学校の女子校で。なんで、今回この企画はたまたま仲良くなって、トライチャンネルにお声掛けしたら出てくる。ナンパしたんだ。いや、でもこれしんちゃん多分ね、知ってたら出ない。知らないから OK しちゃったけど。あ、そうっす。ちなみに平子先生ご結婚とかは？まだです。え？まだしてないです。うそだ。だいたいね、お医者、女医さんは、あの、早い先生はだいたい早いですよね。遅い先生は遅いですけどね。今、彼氏とかはいらっしゃるんですか？あ、いますね。たまたま、俺らより早く出会っただけです、それは。彼氏の段階だったら、今よりも幸せにしてくれる人が現れたらそっち行きますよね。あ、そんなこともない。いや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 、まあ、これを聞いたのも、今回の格付けの内容がトラメンバー今回10人選出させていただいて、付き合うなら誰かっていうのを。あ、そういう企画なんね。はい、うん、今回1位から10位まで平岡先生につけていただいてます。うん、それなんかあれだね、地味にこれで下の方がショックだね。しっかり僕らの名前も入ってますし、平岡さんが10位なら確定じゃん、とりあえず。いやいや、そんなことないですよ。あ、10人ピックアップして10位以内なんですか。10位以内です。なんで取らずにだったら10位以内入るんですよ。いやいや、多分そんなモテないキャラにするんですが。で、今回重要なのは、まあ、10人選出してるんで、なんか10位だからダメってわけじゃなくて、優先順位で今回つけていただいてるんで、はい、まず僕らが10位を予測しようという企画になっています。とりあえずでも好みのタイプ聞いてみるじゃん。あ、そうそう、それ聞かないといけないですよ。まずじゃあ一番男性に求めるものは何ですか。頭の良さと経済力。だもう頭の良さと非常に良さ。いやいや、ほら、俺たちの理想水準だったら我々も足りないから。そうだ、足りない。面白い人も好き。あ、なるほど。まあ、なんだろうな。まだ面白いもないじゃん。こういうこと言えなきゃ面白くない。でもハーフっぽい人とか、影の血入ってる人とか、体が素敵ですよね、そういう人。おー、包容力がありそう。逆にタイプじゃない男性とかにも、こういう人はちょっとなんか恋愛対象外とか。出る出る。ちょっとやめてください。浮気しそうな人とか。あー、チャラそうな人。まあ、稲葉もチャラいし、青ちゃんもチャラいな。最近、あれ、相席どうすか。え、あ、そうなんですね。別に女性に会いに行ってるわけじゃない。あ、まあ、楽しみ、あの、楽しませる。なるほどですね。トーク力上げるために。トーク力実験した。これ何？これ足の引っ張り合い。いや、お互いを落とし合ったらどうするんですか。上げていきましょう。上げて。で、彼氏さんは医者なんですか。あ、まあ、いや、まあ。絶対医者でしょ。女医さんは医者では。詳しくは言えないです。まあ、ここら辺の情報を抑えて、まず僕らがちょっと順位予測したいんで、1人目は僕です。うん、で、青さん、平井さん、うん、最近新トレになった孫先生、あ、あと島やん、茂木さん、ドラゴン細井さん、林さん、桑田さん、トマハッピーさんというメンバーです。まあでもさっきね、頭の良さって言ったから、もう下の方が分かりやすいね。え、頭の良さって何でしたっけ。面白い、面白い、面白い、頭が良くて面白くて、でも経済力、経済力、まあだからあれじゃない、10位は島やんじゃない。あ、
芝屋、稲葉。でもまあなんか一見ね、あの令和の虎で賢そうに見えるドラゴンとかの上なのかな、同業者で。でも同業も選ばなそうな気もするんですけどね。細井さんってその一般視聴者からしたらそれは賢いですよ、うん、でやっぱこう同業だと逆に比べられちゃうから自分と、うんうん、でもあと千葉大医学部ねと私より下ねっていう。確かにそんなことは思わないですけど、うんうん、違う業界の方が世界広がるっていうのありません？話してて、面白いなみたいな。でもあと、学歴が良くて、包容力がありそうだったと、茂木さんとかね。かっこいいですよね。ほら、ね、ちょっと茂木さんとかは臭いよね、こういう感じだとすると。茂木さん上位ですね、これは。どう？茂木さんちょっと臭くない？確かに同業者は嫌かもね。頭のいいで言ったら、このメンバーと誰なんですか？学歴とかで言うと、青さんも入ります。細井さん。僕、モテキさん、平井さん、そうね、ここら辺だね。なんか、頭の良さって学歴じゃないんだ。あー、まあまあ、でも、大体相関しない。まあまあまあ、確かに。ちなみに桑田さんは頭いいと思います？あー、桑田社長ですか？桑田さんは7位ですね、7位では。はい。でもやっぱ、しばやんとかは合わないでしょ、うん、もうどう見てもしばやんは合わないでしょ。ちょっと一緒にいてほしくないかもしれないですね。本来モテる人なんですよ、しばやんさん。まあ、そういう人だよね、モテる人だよね。はい、ただまあ、ちょっとね、東大に参加するとラーメン屋みたいな感じあるよね、やっぱね。なんか合うでしょ。なんか合うでしょ。まあまあ、ラーメン屋勝負でしょ、所詮。だから。まあ、あと、仲間が悪い。知性を感じない人。まあ、だから、トモハッピー稲葉あたりだよね。ああ。それは何も言わない。あっという間だ。けど静かに9位に入った。結構僕も自信、頭いいキャラじゃないんで、僕8位ぐらいだったんですよ。自分で言ってる。あと、林さんもいますよ。林さんは難しいよね。林さんはやっぱこう、でも、話からやっぱ知性が感じるし、面白いし、多業種だし。浮気しないんですよ。あー、当てたんですよね。6位にしときましょうか。彼氏にするなら別にいいかもしれない。あ、結婚だとちょっとね、されたけど。おお、じゃあ1位林。いや、茂木さんかな。茂木でしょ。茂木さんにしましょう。茂木でしょ。総合点です。茂木さんですよ。林さん2位に行きましょう。あと孫先生がいるんですよね。孫先生がちょっと扱い難しいよね。めっちゃかっこいいですよ。かっこいい。かっこいいですよね。めちゃめちゃかっこいい。じゃあ3位孫先生。同業だからな。ドラゴンとかも意外とああいうちょっと、まあ、なんか頭いいけどやかだもんね。どういう風な印象を持ってるかですね、ドラゴンさんに対して。キャラが濃い。ドラゴン。キャラが濃い。ドラゴン6位です。頭、すごい頭のいい先生だなって思う。あれだな、青ちゃん、孫平井だろ、多分。でも、平井でさ、なんか脱衣麻雀とか、下ネタとかやってるんで。え、そうなんですか？詳細に脱衣麻雀知事います。青さん、ちょっと期待を込めて。こんな感じでこれやりましょう。ちょっと今一応こうやって並べてきたんですけど、これ見てどう思いますか？いい感じなのか、ちょっとお前らちょっともうちょっと考えろって感じなのか。結構、なんか、B？ おー、すごいな、正直思いました。いい感じ？いい感じです、かなり。そんな中で、はい。平田先生はどういう風な順位をつけてるのかっていうのを聞きたいんですけども、どうします？ 1 位から聞いていきます。いや、下からの方がよくない？ 9位から。あ、9位からいこう。10位と1位を残して。9位。なんとなく順位もできてますか？できてます。じゃあ、はい、9位の発表お願いします。9位は、トモハッピーさんです。おーい、すごいじゃん、これは。すごい。すごい。すごい。なんでですか？なんか、いろいろ今回調べさせていただいて、ドラマの時に、記憶にあんま残んなかったっていうか、いやいや、まあまあ出てるよ。キッズ、結構有名なトラランキングで。そうなんですけど、あと名前が、ちょっと、知性を感じない。そうですね。こうですかね、基本。かわいそう。記憶の。これ結構一番言われたくない。軽感じがしちゃって。印象がもうそこで決まっちゃったって、ね、そうですね、まあ、とりあえずね、何でもハッピーつけてればいいと思ってるからないですね。名前に持ってかれましたね、すべて。まあでも俺ら合ってんじゃん。意外とすごくないこれ。え、そう、初っ端からで、次、じゃあ8位いきますか。8位、お願いします。はい、8位はドラゴン細井さん。おー、ここで同業が
結構下の方に来るんですよ。いやでも細さんこれきついでしょうねいやでも嫌でしょ。まあ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 、でも賢い人が好きって言われて8位に入れられる細井さん結構傷つくんじゃないですか。細井先生ごめんなさい。あのすぐあれあいつ見ればねえからすぐ間違いない間違いない。ちなみに理由聞いていいですかこれ。なんかデートの時とかに、はい、なんかあの症例写真ちょっとさーとかダメ出しされそうな気がして、あやっぱり異色種の方がいいかな。なるほどね。いつも話がそればっかりになっちゃう。でもさっきも言ってましたよね。なんか自分とはちょっと違う仕事の方が話し合うんじゃないか、なんか世界広がっていいんじゃないかみたいな、ね。そう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 。仕事への理解もありつつ、業種である青瀬が最強に近づいた。おお。医者のことも知ってるし。はい、すごい自信。そして今なんか YouTube チャンネル立ち上げようか悩んでるらしいです。あ、そうなの？ちょっと YouTube 結構詳しいんですよ、ね。やりたいよ。7位いきましょう、7位、はい、7位、お願いします。7位は、孫先生です。うわ、やっぱ同業割厳しい。同業厳しい。 でも、孫さんの見ましたの、ビフォーアフターみたいな整形したというか、めちゃめちゃすごくないですか。いや、多分、予想すけど前の孫先生だったらもうちょい順位上だった気がします。あー、なるほど。生まれ育ちも綺麗で、真面目なお医者様って感じだったんですけど、今こういい意味でも悪い意味でもワイルドなかっこいい孫先生。でもこれも理由を聞いてみましょう。理由なんか孫先生は野性味がすごくてワイルド、あんまりワイルドな人好きじゃないな。やっぱプライベートは落ち着いてたのに。でもとはっていうほっこりしそうだけどね。ちょっと記憶に残んないから聞いた。ちょっと気になったのは、孫の細井さんで孫さんってことはここの差は何だったんですか。そこの差はなんか、やからか。ほんとに。OS 感みたいな。やからだよね。わかりました。じゃあ、6位いきましょう。6位、お願いします。6位は、山田さん。おー、まあ、やからシリーズ。あ、確かにそうかも。無意識にそうしてたかも。桑田さんの理由は？桑田さん、すごいかっこいいと思うんですけど、カリスマ性もあるし、彼氏じゃないんだよな。ああ。なんか今ホストホスト。そこのイメージがやっぱね。で、桑田さん6位ということで、はい、こっから入ってきたらちょっと嬉しいですよね。こういう。順位が残ってるもんね。マジで山さんね。確かに医者シリーズで青ちゃん残ってるよ。順位。確かに。あれで医者並んでたらめっちゃやばいです。確かに。じゃあ5位お願いします。はい、5位は東出さんです。下に行きがちな感じがするんで、稲葉さん上説ありますね。あーあれはでもだってやんと、なんでえなんでこれあと島屋かやっぱ上品だったり優しそうな人が上っていう。まあやっぱあれだよね、理さんからしたらラーメン屋わかんないよね。女性はあんまラーメン屋
頻繁に行かないんで。あ、ほら、ほら、あ、すでにもう、くじ当てる、くじ当てる。そうですよね。そうですね。じゃあ、3位いきましょう。3位、お願いします。3位は、稲葉さんです。よーし、これ、あれだから、そんなスタイル。いや、違う違う、そんなじゃないです。今日の時、あと2本あるからね。いや、それで選んだわけじゃないですよね。そうですね。ぜひ、いい気持ちです。え、なんか、おおらかっていうか、行動力があって、めっちゃ言葉選んでますね。話もすごい面白くて、今回のこう YouTube 企画もさせてくださる、なんか、気遣いとか。そう、だから多分普通に違うチャンネルだったら8位ぐらいです。で、しかも、同年代なんで、はい、同じ年一緒に、そうなんですよ。で、一緒に頑張ってるのが普通にも尊敬できるなって。嬉しい。ちょっとおおらかって言って。ハッピーな感じ。なるほどね。まあ、まず、まず、忖度3位でね。じゃあもう少し深掘ってくださいよ。まあ、いや次行こう。もう少し深掘ってください。僕が深掘りづらいんですから、ね、ちょっと回す時って。え、デブは大丈夫ですか？うん。夏暑いかな、一緒にいたら。まあ、暖かいっすよ。それでは2位行きましょう。2位、お願いします。2位は、モテイさんです。おー。あ、でも1位かと思った。もうやだこれ1位、あおちゃんっぽいじゃん。まだ2つ決まってますか。島やんぽいゲスは大阪でしょ、これはちょっと。俺が10位かなぁ。確かにないなぁ。じゃあまず、モテキさんの理由聞きましょう。モテキさんは、誰が見てもかっこいいっていうか。でもね、実際リアルだってみ、おじいちゃんとかだった。本当に。お会いしたんですけど。おじいちゃんだったでしょ、いや、ダンディな方で。らしいな。一回、体育館で運動してみてほしい。それは、めちゃめちゃ思ったかもしれない。この人ってこんなおじいちゃんだっけ。僕一緒に走りましたけど。そうですよ、小手木さん。じゃあ、全然太ってないし。太ってないですね。まあ、そう、そんな臭いだからね。何を見てもかっこいいし。そう、で、優しそうだし。優しそう。確かに、しゃべり方とかもすごい。確かに、すごい知性的ですね。知性的ですよね、本当にそれはもう。まあ、それ優しいですね、実際に、本当に。付き合ったら大事にしてくれそう。僕好きでしたね。います、います。僕の記憶が正しければ、レイムナトラで唯一家庭崩壊してないと言っても過言ではないみたいな風に言われてましたね。すごーい。うちも崩壊しとらん。まあ、そうそうそう。まだまだまだ。僕、お客さんと先週初めてキャバクラ行ったんですよ。ちょっといろんな流れで。でもなんかもうキャバクラ行こうって言ったら俺も帰るよみたいな感じで、全然女性のお店も興味なさそうでした。僕ら周りの経営者ってみんなこう、奥さんと子供のために毎日19時に帰りますみたいなタイプの人って全然いないじゃないですか。モテキさん帰るよね。モテキさん普通にちゃんと普通に家族円満みたいな。あと谷本さん、谷本さん、谷本さんもそうですね。この2人ぐらいか。他は全員、あ、最近家庭を作った平井さん。いやいやいや、もう大丈夫ですから。じゃあ、1位の発表いきますか。10位からね、10位ね。10位いきましょうか。じゃあ、それではいきます。10位の発表もお願いします。はい、10位の方は、しまやんさんです。はい、俺じゃないんだ。安心した。あー、でもやっぱ嘘だ。信じられないわ。じゃあ、なんでしまやさん10位なんですか。ひげがキモい。いやー、悪い悪い。なんか、純粋に、ラーメンにそんな興味がない。あー、かわいそう。男としての要素じゃなくて、ラーメンに興味ない。事業に興味ないもない。その人がね、やってることをに興味を持ちたいじゃないですか。はいはいはい。見た目とか印象とかどうですか、事業。普通にイケメンですよね、島山さん。かっこいいですね。ワイルドって感じですよね。男惚れしますけどね。あんまりタイプじゃなかった。ああ、なるほど。ああいうワイルドな感じはちょっとタイプじゃないと思いますね。あ、そうかも。確かにね。でも、これ予想見ると、多分、僕らの予想って、ほぼ当たってて、医者がちょっと下に思ったりしてあったって感じだ。稲葉さんとそもそもひっくり返ったら、ほぼ。そうそうそう、だから。で、ほら、そう考えると、忖度稲葉だから、実際多分あっちゃう。おかしいな。忖度で3位ってなんか、ちょっとまた微妙な感じですけどね。せめて1位にしてくれと。いやー、でも平井さん1位の理由聞きます。1位の理由、まあとりあえず軽く聞きましょうか。軽く聞きます。ここから30分収録しましょう。ハオさんガチで10位の準備して1位だったから本当に嬉しそうだった。ちょっと陰気は出てましたよね。皆さん分かってましたよ、1位は。本当ですか。僕だってこのスタジオ入った段階で言いました。でもちょっと一応理由を教えてもらっていいですか。隣にいてあれですけど。いや、もう理由はこう若いのにこんだけ事業を成功されてて、わかる。素直に尊敬。わかるわ。で、しかも同じ
なのに、学級組むからこう授業の世界行くのって、本当になんていうのかな、限られた人いないんですよ、ほぼいないんですよね。なのに、されてて、この人はすごいなと。おー、よかったね、あおちゃん生きてて今日。なんか俺、生きててよかったな。でも、虎の中だったら、あおさんの次に若い人なんですけど。おおらかで効力があるあおさんと差が感じましたよね、なんか。あ、知性やな。でも1位なんだ。ちょっと意外だったかもしれない。ちなみにちょっと聞いてみたいのも1位あおさん分かったんですけど、うん、もし結婚するならだったら、変わるんですか、結婚。1位とか変わります。いや、結婚するんだったら、でも、あおさん変わらないかもしれないですね。ああ、やっぱね。俺同業のこと分かっちゃうからな。あんま変わらないかも。うん、多分あれじゃないですか、YouTube の話聞いてちょっと上に上げませんでしたら。だって僕決めてましたもんね。あ、それは変わらないです。あ、これ感じ悪いわ。なんだろうな。いや、なんか毎回このモテ企画やった時に、毎回僕が上位で、毎回みんな歯切れ悪くなるんですよ。モテ企画やめましょう。許せないなぁ。毎回なんだよ、青ちゃんが。なんでやるじゃないですか。でもこれ思うのは、そもそも、年齢違いすぎてずるいよね。確かに。でも意外とこの理由を並べるときは面白いのに、平井さんの動機とこう。ごめんなさい。これ全然いいっすよ。あの、なんか、悪いところが。ほら、いいことですよ。いいとこ見つけた。じゃあ、平岡先生の格付けチェック。なんと1位は青さんということで。いや、ほんとしません。ちなみに、岩井さんこの中に言ったらない。岩井さん感じ。でも、夜のテクニックめっちゃうまいらしいです。めちゃめちゃやからっぽくないですか？じゃあ、ちなみに何位ぐらいになりますんで。ドラゴン細いと同じぐらい。それでも、はい、岩井に負けるって思わんびしまよ。やば岩井社長も、モテますか、面白そう。面白いです。あー、確かに。女性を大事にし、うん、あ、それ大事ですよ。それは間違いない。それ絶対そうだと思う。ドラハッピーとしまやんさんも、絶対一緒に行ったら面白いし、女性大事にしそうっすけどね。はい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 。でもしまやんさんもめちゃめちゃ家族大事です。そう、家族大事してますね。夜のお店とも全然行かないんで。はい。お峠もあるし。ということで、不甲斐ない結果にはなりましたけど。どういうこと？どういうこと？ギャラゴン先生、やってみていかがでしたか？面白かったです。一人一人個性もあるし、人間の多様性を感じました。なので、ね、モテ順位決定戦で結論、人間の多様性を生きちゃうんですね。本日も動画を最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひよろしくお願いします。次回の動画も楽しみにしててください。